レイクンヒース空軍基地はイングランドサフォークのレイクンヒースに所在するイギリス空軍の基地である。ただし、イギリス空軍の基地ではあるものの、在欧アメリカ空軍の第48戦闘航空団のみが駐留している。ケンブリッジの北東 46km にある空軍基地である。10マイル南西には在欧米軍が駐留するミルデンホール空軍基地も所在する。同基地は、 第二次世界大戦中の1940年、ドイツ空軍の爆撃に対し、近隣のミルデンホール基地のおとりとして、偽の塔下を設置して活用したのが始まりである。1941年には滑走路が建設され、第二次世界大戦末期には、アメリカ陸軍航空軍の B-24、爆撃機やイギリス空軍のスターリング、 ハリファックス爆撃機などが配備され、ドイツ爆撃の基地として使用された。第2次世界大戦後、1948年のベルリン封鎖に際して、第2爆撃航空団の B-29 爆撃機が90日間を配備され、その後も1951年の封鎖解除まで、B-29 や B-50 爆撃機のローテーション配備が続けられた。 1959年にフランスのショーモン・スムーティエ空軍基地から F-100 戦闘機を運用する第48戦術戦闘航空団が移中。同航空団には1971年に F-4D、1977年に F-111F が配備され、1992年より F-15E、 1994年1月に F-15CD が配備されている。2015年1月、アメリカ国防総省は2020年以降に、レイクンヒース空軍基地へ F-35A 戦闘機の配備を発表。2020年9月15日には F-35 飛行隊として、第495戦闘飛行隊を第48、 戦闘航空団例下に再編成することを発表し、2021年後半の配備が予定されている。ありがとうございます。